いつもはこんなとこ置かないじゃない。傷はどう？匂いガラス。久しぶりやな。元気でやってるか。うん、元気。今度は何人ぐらい出るんや。そうね、クラスでは20人。20人。おばさん、いいもの見せようか。いいものって？なくしちゃったけど、前に私こんなの持ってたよね。へえ、今時終わったね。あれ母さんの守りやったんでしょ。うん。福田さん、福田さんのお妹さんじゃありませんか。いえ、どうしたの。福田じゃないの？違うんです。私です。キティさんと働かせてもらってたアスカです。やめてください。
ここで働いてんのか。うん、玄関試合だよ。クロスが効いたかな。負けたんでしょ。最終ラウンドで何したよ。今度見に行こうかな。いいよ、応援するからさ。これ買ってくれない。西洋舞踏か。友達も誘ってさ。俺こういうの稲妻のに嫌いなんだ。昔の舞台見るだけ。昔の舞台？何なのよ本当に。うちのお母さん昔 OSK 時代ここで踊ったことがあるんだって。臭いね。ここじゃないのかな。私帰るよ。待て。
そう、キティさんの娘さんか。おばさんはあの時どうしてあんな態度を取ったのか分かんないけど。おばさんは舞台監督の助手をしてただけなんでしょ。一度氷のかけらの子供を産んで口争いしたことがあったな。もっと飲んで焼酎にしようか。うん、それちょうだい。氷の城に閉じ込められた少年怪異が足元に並べる氷の字をおばさんはセルロイドにしてくれというんやが、キティさんとの打ち合わせでは匂いガラスのはずやと答えると。ちょっと待って、それなんて舞台。アンデルセンの雪の女王。キティさんは雪の女王の舞台に熱心だったし、私も凝り性の子供係だったんで、いろいろと探し歩いたよ。うん。それで匂いガラスを探してどこまで行ったか。確か瀬戸内海の島にある工場まで出向いたものな。そこでいくつかは見つけたもの。そして匂いガラスを切り抜いて何本もの棒を作った。それを組み合わせるとアルファベットの字になるわけだが、童話の主人公カイが雪の女王から逃げるための字は確か L。キティはお母さんはどうして匂いガラスなんか使おうと言ったのかしら。三宮のガード下で会った人と私には言ってた。あの頃はあの辺りがマーケットだし、パンを分けてあげた相手がお礼にと匂いガラスをくれたらしい。その人はお母さんにアンデルセンの雪の女王の話をして、 OSK の舞台であるならあんたは男装の絵が似合うって言ったんだ。母さんはその後もずっとその人と三宮で会っていたけど、いつも浮かない顔で帰ってきたな。そんなことがあってか、舞台で絵画並べるラブがつい手が震えて、うん、しかも胸に抱えた氷の棒が一本転がり落ちて、ラブだとは呼べない別の字になってしまった。ラブじゃない字って。こうだ。ローン？愛が孤独に？それを苦々しく見下ろしていると、静かな観客席の中で一人の客が立ち上がって拍手をしたんだ。それを三宮で会った男から見上げてふらりと歩いた時、去っていく雪の女王のせりにキティは足を踏み外して落ちたんだ。それだけかな。
おばさんが知らん顔したのは。はるかじゃない？さやか、どうしたの？そんなに慌てて。黙っててね、みんなには。だから一体何があったの？チケットが売れないんで、ちょっとアルバイトしようと思ったのよ。人のことバカバカって言うけど、あんたのがよほどバカじゃない。もう言わないで。デートクラブがどんなところか知らないわけじゃないでしょ。でも電話ボックスに手っ取り早くお金が入るってあったからさ。呆れた。それでのこのこ事務所を訪ねてお客紹介されたわけ。身は守ったわ。バカ、お金だけもらってきちゃって。純潔守ったけど、これじゃ泥棒じゃない。その5万円どうしようか。事務所返してらっしゃいよ、仕事にならなかったって。一緒に行って。まったく、これなんだから。あなたなんか年だってお姉さんでしょ。手入れか。どうする？あかん。あかん。何が？身分証明の入った定期入れ落としてる。さて、小さな貝は真っ青というよりはほとんどどす黒くなっていましたか。なぜなら雪の女王がキスをして貝から寒さの感じを奪ってしまったからです。貝はあちこちから先の尖った平たい氷のかけらを引きずって、それをいろいろに組み合わせ、ある言葉を作ろうとしました。けれども貝が作りたいと思っている言葉に限ってどうしてもうまく並べることができませんでした。貝が作りたいと思っている言葉に限ってどうしてもうまく並べることができませんでした。それは愛という言葉でした。それは愛という言葉でした。雪の女王は前からこう言っていたのです。もしお前がその形を見つけ出すことができたら、その時こそお前を自由にしてあげるよ。その時こそお前を自由にしてあげるよ。
はるかさんに電話やで。あ、すいません。はるか、電話だって。電話？うちから教習所にすぐ電話するようにって伝言があって、それで先生が出てもう来なくていいって。なんでそうなんの？定期入れ拾ったのはあの付き合った男の人だったの。それでもう一度付き合わないかっていうつもりでレッスン場に電話したのよ。先生はそんなものいないはずだって言ったんだけど、この5万円確かに持ってったはずだって。それだけでも突っ返さなくちゃね。大勤め先知ってる、酔った勢いでいろいろ喋ったから。行こう。私ダメよ、とってもできないわ、かき合いに行くなんて。叩き返しに行くだけよ。それに母さんにすぐ帰ってこいって言われるし。じゃあ私が行ってくるよ。帰って地図バレたらあんたも破門よ。大丈夫よ、変装していくから。サングラスがありゃな。はい、3階の福田ですが。ごめん。何ですか、突然西村さんに会わせろって。ともかくこれお貸ししますって言ってください。どういうお金か知らへんけど。西村って言うんですか。ひもね。西村さん、出て行きなさい。そこのメガネの人。西村さんですね。なんだね君は。僕これ返しに来ただけです。これ人違いだろ。冷静に話してください。僕は君みたいな人間知らないよ。見たこともないよ。君、警備員を呼びなさい。はい。バレエ教室に電話したのはあんたでしょ。その電話知ってんのは定期拾ったあんたの方がいないんじゃないですか。君はどこの組のもんだ。僕、学生ですよ。これはガムに遊びに行った友達からもらったもんで、今日着るのはなかったんで仕方なく。あ、こっちだ。なんだ君は。やめなさい、やめなさい。ちょっと待ってください。いいですか、ここに5万返しましたよ。これでもう関係ないんですからね。もうからかいの電話するのもやめて。何をやってんだ後輩。あ、先輩、ちょっと友達のことで。おこの。じゃあそういうことで。待て、タケちゃん。行こう。返した？うん。
もなんか顔青いよ。蛍光灯のせいさ。サングラス割れちゃった。人体伸ばしたみたいだ。発表まであと10日。そうですね。ハリさんのパート君がやってみない？今日中に創作バレーのこと決めといて。やるなら雪の女王やります。雪の？これ使って。それから遥のことなんですが、あれ誤解なんです。じゃあ相手が定期持ってたのは？落としただけで。お金は？5万なんて大金持ってんの見たことないです。でもその手の事務所から電話もあったんだよ。4割戻せって。4割？向こうは知らないと言うてんだから。臼井さんとあの会社はどういう関係があるんですか？こういう会巡りだよ。お前知らんのか？あの人がこういう会の役員やっとんの。就職だってなんだってあの人を通じてあの会社にお願いしとんの。知りません。覚えとけタコ。今後奇妙な女とはかかりますな。その金にも手を出すな。手を出すなんて捕まったんじゃないですか。そっくり女に渡すんだ。この大学のもんだって言ったらな、向こうびっくりしとったぞ。西村さんにはお前からお詫びの電話入れとけよな。なんなんだよ。はい、ちぐさバレー。なんだ、私です。こちらにはもう一件電話があってね。お客じゃなくて斡旋した事務所から。それでパーセンテージ払わなくちゃならないんだって。私その事務所知ってる、そこにパーセンテージ返してきた方がいいと思うの。
知らない？そこに置いといた匂いガラス、このラブってこすったあたりに置いといた。気づかなかった？みんなは？ラブだって。入ります。もう入ってんじゃない？ないねえよ。4日前この紹介で客取った女の子がまだパーセンテージ払ってないって電話よこしてきたでしょ。その分です。お前その女のなんだ？友達の友達です。友達とお前はどうしてそんな仲良くなるんだ！じゃあオートバイが待ってますから。オートバイが待ってる？そこに。オートバイが時間気にするのか？馬ならひひんって泣くだろうが、オートバイがどんな声出してお前を呼ぶんだ！待ち合わせた友達も来てるかもしれませんから。待ってくれ青年。足りないんですか？いや、金は食べてる。俺が、この俺が足りねえんだ。どうしたんですか？友達の友達とうまくやってんなら、この俺も一つ面倒見てくれねえか。何をすればいいんです？何とかしてほしいの。君だけに何とかしてほしいの。そこに届けてくれないで。そこのアパートに頼む青年。
匂いガラスだ。サラ、お姉ちゃんに飯でも作ってやれ。はい、ただいま。いえ、もう帰りますから。サラ、止めろ、サラ。どうしたんだよ。昔 OSK でうちの母さんと働いてたんだけど、匂いガラスのこと聞こうと思って訪ねたら、ここんとこ休んでるんだって。 OSK？ 私が生まれるずっと前よ。それで匂いガラスの何が聞きたいんだ。今あるとしたらどこにあるか。私ね、今度先輩の春井さんが倒れたんで、その穴埋めに雪の女王やることに決まったの。それで匂いガラス使おうと思って。あの匂いガラスってのはいろんなとこにあるもんなんだな。めったにないし、今はどこにもないはずよ。それが妙なとこで見ちまったんだよ。どこで？サラって呼ばれてる女の兄弟に。サラ？デートクラブの男が囲ってる。サラ、フィリピン人みたい。私の思ってるのより大きい？同じくらいかな。いつそんなとこ行ったの？さっき、あんまり待たせんで。一緒に連れてってくれりゃよかったのに。女は連れてけるようなところじゃないよ。嗅いだの？うん。私の方が甘い香りがしたでしょ。そうだな、向こうの方が少し鼻にきつかったかな。酸っぱいんだ。青いリンゴなんだ。まああの部屋で二度と嗅ぐこともないだろうけど。ねえ、この字とこの字の区別わかる？くぐったいよ。じっとしてよ。甘い匂いのガラスで書くとこう。 L と O しかわかんない。酸っぱい匂いのガラスで書くとこう。わかんないよ。どうする？
する？どうしたの？匂いガラスよ。どうする？行って似たの借りてきてくれる？あ、嘘よ田口さん。石なのよ田口さん。田口さん、わけないよ、嘘だってのに。嘘よ田口さん。石なのよ田口さん。そうなんだから。なんで嘘を通したの？田口です。開けますよ。また来ると思って。サラ、田口さんだよ、サラ。外は雨なのか？いえ。それじゃあどうしても田口君。あの、あれ貸してくれません？これ10日ほど。サラ、これ貸してくれってよ。どうせ貸してくれって言うなら、どうしてサラとか俺を貸してくれって言ってくれないんだろうね。いいでしょうか？いいよな、サラ。これぐらいいいだろ、サラ。
ずっと持ってていいんだよ。10日間だけです。じゃあ。辛いならいいんです。いや違うんだよ、そのことじゃないんだよ。じゃあな、またしてあるオートバイによろしく。何って、俺だよ。忘れてって言ったのに。これももうどんなことがあっても受け取らないからな。誰なの、福田さん。待ってよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、これでやっと俺の時間だ。どうしたんです？三船さんが。三船さんが？ここ住めって。勝手にそんなこと決められたって。これ洗いますから。肩揉む、ご飯作れます。ちょっと話してきますから。あの人いない。あの人追われています。誰に？10日で私どっか行きます。あのガラス返してくれる頃。嬉しいですか？いや、つまんないですか？
闘家だって行くところは心配ですか。当てなんかないんでしょ。前の店いつでも来い言ってますから。じゃああのガラス返したらいつでもそこに行けるんですね。10日返せるわけないでしょ。いい人貸した。あれはどこで。はい、あのガラス。私の島遠い。日本の飛行機たくさん落ちた。私のパパ日本人です。田口さん。これやはり返す。こうして私嘘の匂いガラスを落としたけど、もっと大事なものを落としちゃったんじゃないかしら。おじさん、あの匂いガラスもうどこにも見つかんないの。ああ、残念やけどな。じゃあもう一つ聞いていい？うん。お母さんどうして手が震えたの？ねえどうして。私今踊りで来て踊ってるんだけど、どうしてアルファベットが並べられなかったのか、なぜ本番で手が震えたのか、そこが分かんないの。そんなこと知らんでもええやろ。なぜ。そりゃ踊りにならへんし。なるよ、私それやるんだから。悪いでそんなことができるのかい。恋でしょ。震えたのは愛してる人を待つおののきでしょ。違う。じゃあ何。おばさん言わなかったやろな。何をよ。言ってよおじさん。答えへんか、うん、それを言うたらもうキティをモデルにした踊りなんかやめるか。言って。母さんはヒロポンをやってたんや。ヒロポン。あの頃市販もされてたけど、母さんの場合はいささか中毒というやっちゃ。三宮の恋人から安売に分けてもろたと言うけど、その人自身がポン中やったからな。せやからただの雪の女王やってらええんや。キティの雪の女王なんかやらんと。もう一つ聞かせてください。匂いガラスって何なんですか。落ちた飛行機の風防ガラスや。それを三宮の人からもらってキティが大事にしていたのは。焼け跡の灰の中でそんなガラクタばっかりが甘酸っぱいリンゴのせいに覚えた頃の話や。
ヒロポンで体を壊しながら、キティはよくそれを楽屋の机にこすりつけ、この匂いを嗅ぎ分けられる以上まだやれる。それがわからんようになったらもうダメやと言っていた。本当はそう励ましてくれたのは三宮の人だったようやけど。薬を売っといて何の励まし。雪の女王をやることが決まった頃、キティが訪ねた掘立小屋にはもうその人はいなかったんや。置き手紙は一つあり、そこには本当に打ったものは匂いガラスばっかりやったと書かれてあった。落ちた飛行機の窓か。いつも踊り続けてるの誰？わかんないよ。何言ってるかわかんないよ。昔の私、お父ちゃんが亡くなるそのずっと前の、お前も知らない。何よ。ダンサーよ。
それじゃあ友達の友達の友達の友達を引き受けたことになるな。この人ですか、田口さんってのは。はい。今ここにいた女性との関係は。は？区役所にあの女性からこういうものが届け出られたんです。観光ビザで入って、それからよくやる手なんです。おそらく役中の三船とも関わりを持ったと思うので、起きたら尋ねたいんです。あの妙なガラスのこと。誰かに返すと言ったでしょう。その手の女と関わる者は今後洗いざらい調べるつもりです。ああ、彼の衣服、バッグは？ロッカーです。ちょっといいですか？どうぞ。どうして一晩のうちにサラの手に戻ったんだろう。
僕。あの匂いガラスのどこが気に入らない？田口さん、どうしたの？何があったの？返しに来なければあそこで刑事に。誰が？酸っぱい匂いのガラスを持った。寝てたあの人、たとえ捕まってもあんなに切ない匂いガラスを見ることもなかったんだ。持ってきたの？渡してくれた。それで？受け取らなかったんで持ち帰った。誰なのこの人？あんたがお世話になった田口さんよ。田彩香さん。私よ。さっきね、オートバイを叩きに入れようとしたら何か土の中で光るものがあったんだ。あそこで？あそこで見つけたんだし、匂いガラスまだ埋まってるかもしれないよ。あれと風防ガラスだし、それならきっとまだあるよ。行ってみる。郵便です。開一元気会。大阪でのアパート生活も何かと不便だと思って、布団とカイちゃんの好きなリンゴを送りました。カイちゃんのこと、カイちゃん、カイちゃん。さて、小さなカイは寒さのために真っ青というよりはほとんどどす黒くなっていました。なぜなら雪の女王はキスをしてカイから寒さの感じを奪ってしまったからです。カイちゃん、とうとうあなたを見つけたわ。ゲルダは熱い涙を流して泣き出しました。その涙はカイの胸に落ちて心臓の中に染み込んでいきました。ゲルダの涙は氷の塊を溶かした上、その中にあった小さな鏡のかけらを食い尽くしてしまいました。
あの人は止めたんだけど出かけたの。どこへ？わからない。僕は18ですよ。そんな僕とくっつけて婚姻届出せばバレるのは当たり前じゃないですか。何のこと言ってるんだ友達。あんたの仕組んだことですよ。サラは元気か？いえ。言えってバカ野郎。てめえに預けたんじゃねえか。婚姻届のサインには母印しか押せない女ですよ。それでサラは追われてます。サラがか。差し扱う。手を貸せ青年。俺の親父はいつもこんな嘘をついたもんだ。ゼロ戦に乗ってたと。子供の俺をだまくらかそうと思ってこれが証拠だと風防ガラスのかけらを見せた。なんてことやね。焼け跡から拾ってきたガラスのかけらよ。それをまたあの女から見せられた時に俺は妙にその嘘が好きになっちまったんだ。しかしお前も知らない昔の話だ。お前どうしてあんなもの気にすんだ。ああ、湾内を一周する船ばかりなのに、あいつはいつもここから帰れると思ってるんだよ。サラー！サラー！サラー！
の遊ばせろって。何も面白いことないから遊ばせろって。サラー、何も面白いことないから遊ばせろって。そうなのか。お前何も面白いことないわけか。婚姻届も承知の上か。関係はあります。どういう匂い。何が匂うんだ。匂いガラスに引き寄せられた。この匂いがわかるでしょう。この匂いのところに戻るのよ。どうしてた？うん。辛かった？いや。ボクシング部だもんね。うん。あの匂いガラス、まだ持ってる？
子よ。あったかい。そうね。カイジさん、私ゲルダになろうか。ゲルダ？カイを探す女の子。その子にはどうしたらなれるわけ？こうするの。泳げんのかよ。誰かが失くし誰か